どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラブの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。今回のテーマソングは今話題の映画キネマの神様の主題歌歌方歌、こちらをこのちっちゃいウクレレで熱唱していこうと思います。この歌を歌っているのは Rat Wimps featuring 菅田将暉さんということなんですけど、なんとこのお二人、 Rat Wimps の野田洋次郎さん、菅田将暉さん出演しております。この映画にね、すごいこう期待が膨らむ映画なんですけど、全開でこの歌気持ちを込めて歌っていきましょう。いつものように2バージョンいきます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。そこではこう軽やかな16ビートのリズムでこうちょっと脱力感を出しながらもこの雰囲気を出したかっこいいバージョンをやります。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどなかなかタイミングが合わなくてとか、きっかけがなくてとかいう方とか、楽器にチャレンジしたんですけど私難しくて無理だったという方、そんな方があっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるね、超簡単プログラムがあるんですよ。このプログラムを見て今全世界中の方が何十万人も、たった昨日ですけど16万人チャンネル登録者の方も突破してくださいまして、もう活用されております。これ超簡単なんで本当楽しくすぐできますからね。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。あとでここのリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでどんな人でもあっという間です。 YouTube 動画ですから無料ですからね。今すぐ音楽始めましょう。ではここからです。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズレレが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で弾いたり歌える弾き語りができるレッスン動画と課題曲、すでに1600曲もアップロードされております。もう皆さんの好きな曲、たっぷりあると思いますので、いろんな曲、これから音楽をやる方に変えていきましょう。さあ、それでは、今日のテーマソング入っていきましょう。歌方歌。まずは、ガズレレ流超初心者アレンジバージョン簡単版、やってみます !1、2、3、4。夢中になって、のめり込んだ。ものがそりゃあったよな。眠るのも飯を。簡単バージョンやってみました。もうこの歌詞のこのキュンとくること、
この歌い出しでもうやられちゃう。夢中になってのめり込んだものがそういやあったよな、ああみたいな、なんかそう夢中になったあの頃、そんなねこと、こう熱い気持ちとともに、これは歌いたい、熱唱したい曲でございます。皆さん心込めて歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、今のバージョンはガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンとして、ウクレレ練習用でちょっと一番だけやりました。今のシンプル簡単バージョン一番だけやったんですけど、後半のかっこいいバージョンもショートカットアレンジはショートカットアレンジなんですけど、ちょっと後半長めのもう一回 B メロと最後のラストのサビを加えた、バージョンになっています。ショートカットなんだけど結構長めの4分ぐらいになるんじゃないかなと思いますけど、後半のかっこいいバージョンさらにね、長くやってるので、そっちの方もちょっと、ね、慣れてきたらやってみてください。まずはですね、今のシンプル簡単バージョン、ゆっくり一番だけをやってゆっくりバージョン、 YouTube に合わせて、ガズレレ YouTube に合わせてゆっくりと練習してください。その動画の中にコードと歌詞が出てますからね、何回も合わせて練習して一緒に合わせられるのも基本してください。で、何回も練習して一緒に合わせられるようになった方、おめでとうございます。ここまででね、まずファーストステップクリアです。この曲結構歌のタイミングとかね、このメロディライン難しいので、まずここまでできたらすごいと思いますけど、で合わせられるようになったらどんどん次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに、皆さんお一人だけでリズムとメロディーと音楽を生み出していただく、これが素晴らしいと思いますね。とは言っても最初から覚えるのはちょっと難しいんで、最初のうちは楽譜を見て、楽譜と対話しながら何回も何回も覚えちゃって、いずれはね大空に向かって歌うみたいなのがいいと思うんですけど、じゃあ楽譜を見るにはどうしたら、楽譜ってどこにあるのと思うかもしれないんですけど、安心してください。ガズはですね、今このノートを見ながらですね、演奏していったんですよね。で、今日ねちょっとね特徴があるんで、まあ、後で解説しますけど、もうちょっとしたらね、こんな風に大きく写して、みんなもこんな風に書いたらいいよっていう風にシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブです。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の歌方歌を含むガズが手書きで書きまくってきた、もう膨大なノート楽譜のストックのリストの中から、毎月5曲、皆さんのやってみたいな、この曲面白そうだなと思う曲、毎月5曲お手元にデータとしてダウンロードして、もちろん YouTube と完全連動してますからね、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ、会員メンバーの。すごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加で、テーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てる、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学は、ちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあ、これ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう1個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。歌方歌。Red Wimps featuring 須田まさきさん、見てください。今日これ丸1って書いてある人、今日はこれ2枚にわたってんですよ。はい、ちょっと見ていきましょう。これね、言葉がすごくたっぷり詰まってるので、ここが今日ワンブロックです。で、これ注意点があって、こうやって書いてあるところとそうじゃないところがあるんで、ちょっとそうじゃないところはどこかというと、ここですね。ここタシールには、ここは普通のワンブロック、こういう風になります。なんで言葉がかなり詰まっているぞということを最初にお伝えしておいて、あとね、
ここの下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンではこんな風に弾きますということなんですけど、今やったシンプル簡単バージョンはこれ上の段ですね。で、ここに伸ばす伸ばすって書いてあるんですけど、こういうのはテロップにも書いてあるんで、ちょっと確認してみてください。下の段はかっこいいバージョン、上の段はシンプル簡単バージョンです。はい。じゃあ今こうやって画面に大きく映すんで、皆さん一時停止してノートとかに書き出してください。それか、演奏中の、デモ演奏中の動画を一時停止してテロップを書いていただくのもいいと思うし、あとさっき紹介させていただいたガズクラブで、このノートのデータをそのままダウンロードするのは一番、大活用していただけると思うんで、それもね、ご検討ください。ガズはいつも言ってますけど、この点でね、リズムを測ってます。これが相当役立つと思います。つまり今日、ここでワンブロックでこんだけ言葉が入ってるんで、この流れるように歌う。この感じ、ちょっとね、これはコツがありますからね、聞き込んでやってみてください。夢中になってのめり込む、ちょっと喋ってるような、なんか語りかけるようなね、最初の始まりですよね。はい、こんな感じです。じゃあ1番のところをメモっていってください。はい、ここいっぱい書いてあるけど、後半のかっこいいバージョンはこの1個ずつ弾いて伸ばすって感じなんですけど、シンプル簡単バージョン伸ばすだけだったんで簡単になってると思います。で、ここに間奏を2ブロック挟んで、ここから2番ですね。はい。この歌のね、歌い方というか歌い回しも結構ね、特徴的で、もうラッドウィンプスさんならではですよね。これはなかなかね、一筋縄ではいかないですよ。やっぱり聞き込んで相当言葉のタイミング、キーポイントになると思います。はい。そしてですね、ここ、B メロ。ここがね、インパクトありますよね。走るにはどうやら命は長すぎて。ここら辺のスパン、ここかっこいいです。ここだけ普通のブロックに戻ってますからね。そして B メロの最後では、ここちょっとこう、今のシンプル簡単バージョン、ここ F1 ブロック伸ばしたんですけど、ここもちょっとね、特徴ある感じ、かっこいいバージョンではここ解説していきます。はい、で、ここからサビに行くんですけど、はい、こっちのページに飛んできました。はい、サビです。これね、ねえ、やりきれない。ここがね、もうキュンとするんですね。ここもさっきと同じように下の段はかっこいいバージョンはこんな風に弾きますということです。歌い方とかね、このメロディーと言葉のタイミング、結構ね、難しいというか、相当聞き込んでくださいね。はい。そしてちょっと構成のことで確認したいんですけど、今やったシンプル簡単バージョン、こうサビをやったら、ここ見てください。1サビって書いてあるんですけど、ここに入ってきて終わったぞというのが、C で終わったぞというのがシンプル簡単バージョンですけど、これ後半やるかっこいいバージョンはここに書いてあるように、もう一回 B メロに戻って、もう一回サビをやってラストに行きます。これちょっとかっこいいバージョンの解説をすると、ここ B メロや、あ、D メロじゃねえ、サビ1をやったら、B メロにまた戻るんですね。で、さっきの B メロ、ここに戻るんですけど、ここ気づいた？はい。上の段は1回目です。1回目はわかる。はい。2回目に戻ってきた時は、ここ悟るにここだけ歌詞が変わってますけどね。そしてまたこれ同じことやって、またサビに戻って2回目のサビをやって、そして今度はですね、この1サビに行かずに、ここの、お前さんが終わったら、このここに戻ります。戻るというか行きます。ラストのサビですね、ラストのサビ。はい。ちょっとこの辺が特徴的ですね。はい。顔を上げないように移っていきます。なんで1回目はこのサビ、2回目はサビの後、ここに来るということになります。はい。そして、ここ最後、バーッと盛り上がって、畳みかけるように、紡いでいって終わるという、この辺がね、ちょっとね、畳みかける最後のこの言葉の羅列がね、すごいね、熱いなという感じですけど。はい。そんな構成になっております。はい。じゃあ、出てくるコード見ていきましょう。はい。ここに書いてあります。赤いところはちょっと一応ひとまず隠すんだけれども、これもう見てわかるけど、D7 も入門コードなんですよね。これ今映ってるの全部入門コードなのからもう映しちゃおう。はい。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンだけで出てくるんですけど、まあまあ、これも全部紹介します。C と F と D マイナーと A マイナー。G7, E7, Em7, D7 です。はい。これも入門コード。これ、1,2,3,4,5,6,7。8個のコードで今日できましたね。この8個のコードは皆さんご安心の入門コード。こちらです。ドン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードって一体何でかというと、このちっちゃいウクレレで音楽を始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんです。10個も覚えなきゃいけないなと思うけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらどれもめちゃくちゃ簡単。だけどね、一品に覚えようと思うとなかなか頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく皆さんの頭にスイスイ覚えられるものすごいいい動画を撮ってます。ここにその動画のリンクを貼っておきます。このガズレレ必須コード、ここで動画でバッチリ頭に入れちゃいましょう。はい、今日は8個出てきますからね、そのうちの。はい、どんどん覚えて楽しく音楽していきましょう。はい、それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、さっきから何回も言ってるんですけど、この曲ね、コードは結構比較的簡単だと思うんですけど、やっぱり歌が結構これもう最初のうちのこう話しかけるようなこうさーという言葉とか、サビのメロディーとか言葉のタイミングもね、これはね、結構一筋縄ではいかないんで、しっかり聞いて、何回も今の4つ弾きで練習して練習して、歌をちょっとある程度自分のものに
してっていうか落とし込んでからかっこいいバージョンの練習に入っていった方がいいと思います。かっこいいバージョンリズムが加わりますからね。はい、その辺確認して上でかっこいいバージョンの解説入っていきます。大まかにはシンプルなんですけど、やっぱり弾き方かなと、弾き方、今日出てくるリズム2つですね、紹介しましょう。ドン16ビートと16ビートのチャ、しかも今日はですね、全部跳ねてるリズム、シャッフルのリズムということになっています。はい、一応この16ビートと16ビートのチャの弾き方解説、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそのリンク先にアップロードされておりますので、じっくり見て、体にそれこそ落とし込んで、16ビートってね、結構奥が深いんですよ。で、今日みたいな日はね、この、そして今日みたいな曲はこうリズムが跳ねてるね、シャッフルというリズムです。ちょっとそのシャッフルのリズムを解説すると、普通のリズム1、2、3、4、シャッフルのリズムだとタッ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 、この跳ねてるんですよね。で、普通のリズム、じゃあ16ビートで普通の16ビートのリズム弾いてみましょう。じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃん、これ普通のリズム、跳ねてるリズムシャッフルでやります。チャを入れると跳ねてるでしょ、リズム。この感覚結構難しいですよね。で、16ビートと16ビートのチャの吹きを2つの合わせ合わせて、最初の1番のところだけは16ビート、あとはもうずっと16ビートのチャの跳ねてるリズムシャッフルですね。これはなかなか難しい。ちょっと C を押さえてリズム の練習してみましょうか。まずは16ビートから、せーの、3、はい、こんな感じの脱力して、緩い感じの、ファンキー、ちょっとファンキーというかね、もう結構緩いんですよ。この感じが出せるとすごくかっこいいんで、ちょっとぜひともじっくりね、この16ビートは奥が深いリズムなんで、取り組んでいってください。そして A メロに出てくるところで、ワンブロック4つの応酬のところがあるんですけど、ここはね、もう伸ばしながらやるんですごいシンプル。じゃあちょっとやってみましょうか。ただ追いかけたからやってみます。せーの、3。ただ追いかけた。先なんか見えずと、むしろ見えなくて、今みたいにこう親指で斜めにトロントロントロン、はい、トロントロン、こんな感じがいいと思いますね。で、この2番の A メロのところも同じように親指で、一度の目を見て言えたことない、こんな感じ、同じでいいと思います。はい。そして、B メロからも行くんですけど、B メロからサビに行くところで、ちょっと決めというかね、特徴的なところあるんでやってみます。走るにはどうやら命が長すぎて、その一番最後のところで、わかるにはどうやら命は、そっか、わかるに、ワンブロック4つが命は、伸ばす、短すぎる。次でもう一回伸ばすんですけど、伸ばして、2、3、ね、やりきれない。今の分かった ?F、F、F、G7。この F で伸ばしといて、G7 一回だけ弾いてからサビに行く。もう一回ね、短すぎる伸ばして、もう一回伸ばして、F で伸ばして、はい。ねえ、やりきれ、ねえ、やりきれで G7 一回弾いて次の、やりきれなーいって入っていきます。ここちょっと特徴的。もう一回だけやります。わかるにはどうやら命を短すぎる。ねえ、やりきれないよ。はい。ここの切り替わりのところ、ちょっとチェックしておいてください。あとは全体的にこんな感じで淡々と進むんですよね。で、他にもワンブロック4つのところ出てくるんですけど、特に変わったアレンジっていうのはなくてシンプルに弾くだけなんですけど、ゆるい感じのね、イメージの演奏ができるとすごくいいと思います。ほんわかした、ふんわりしたイメージが、リズムが出てくるとすごく素晴らしいなと思います。そしてまあ歌詞を、さっきも言ったんですけど、歌詞はなかなかこれ本当にグッとくる内容だなと思うんで、皆さんちょっと改めて歌詞も読んでね、そういうやっぱフィーリングとこのリズムとかメロディーがカット一つになるところがやっぱ素晴らしいところだと思います。ゆっくりちょっとこう深呼吸して、気分も気持ちも楽にして力を抜いて演奏するのがいいと思います。歌方歌ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。1、2、3、4。夢中になってのめり込んだ。ものがそりゃあったよ。
ねえ、やりきれない夜だけ君を思い出してもいいかい。君の部屋からだけど無記憶だけど多くのものでしょう。うまく笑っていたら鏡の前確かめるけど、お前さ顔を開けなよ。見しててもさ似合わないだろう。前に涙なんかはどこからともなく、あの人懐っこい声が聞こえるだろう。せーの、ラッドウィンプスフューチャリング菅田将暉さんの歌かた歌ガズレレかっこいいバージョンやってみました。パーよかった、いいですね。この16ビートのふんわり脱力して優しい感じの16ビートのこうグルーブに乗って、あの歌詞がこう紡がれていく、これ映画もすごくこう期待大ですよね。はい、皆さんいろんなこう感情とともにやっぱこの体揺らして、そのゆりかごの中でこう歌うようなムードになるのが素晴らしいんじゃないかと思います。思いっきり歌っていきましょう。そしてお知らせなんですけど、ガズがプロデュースしているウクレレ、 G ラボと生み出しているこのウクレレたちなんですけれども、ガズの初めてウクレレは販売再開中になりました。で、あとあの下にずらっと書いてあるわがままウクレレ、ウスレレ、セミオーダジ、ガズモデル、ガズモデルって今日使ったこのモデルですけど、この辺は予約注文が再開になっております。ぜひ皆さんチェックしてもらいたいです。ガズのウクレレたちめちゃくちゃいいウクレレですよ。はい、リンクはここに貼っとくんでぜひよろしくお願いします。ガズレレではですね、もういろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとかこうストラップとかこの水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス最近この本もリリースになって、これもねもう全部合わせて累計ねもうね15万部ぐらいの、あの皆さんにあのご購入いただいて本当にご活用していただいてるんで、まあ、こういう本とかもね書籍もいっぱいあります。あのガズレレで出してるこういう本とかアプリとかもあるんですよ。まあ、詳しくはね公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくともう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。